最後に私は本当にこんなブルーリボン賞なんてものをなんか何ですかね、私東京でお仕事させてもらうようになったのが30歳で2004年からでして、その時に、北海道でずっとバラエティばっかりやってたわけで、そんな何ていうんですかね、バラエティタレントなのか役者なのかわからないような人がこういう、プロが選ぶ賞でちゃんと評価してもらえるっていうのは、勝手にそういうことはないと思い込んでたものですから、改めてありがたいなと思ったんですけど、私がでもこうやって頑張れたのは、私はその北海道でそのもっと若ければやっぱり東京で役者になるって言ってなんかこう全てを捨てて東京で頑張れたのかなと思うんですけど、私はもう30歳でしたし、北海道でも十分に仕事の仲間がいて、それだけの評価もバラエティでもらってたもんですから、いやそういうつもりはないんだっていう、北海道の仲間と仕事をしながら役者をやっていけるって、そのなんか私は安心感の中で東京でなんかこう戦えたのが良かったなと、私に合ってたなと思うんですね。さまざまな帰る場所を持ちながら言う人にはなんか保険かけててずるいって言われたこともあったんですけど、でも安田健をはじめチームナックスの、メンバーって私の仲間がいて、私は何かあればそこに戻れるっていうのがありましたし、何があれば北海道のお仕事があると思えたことで、非常に気楽にこの12年間東京で怖い現場でも仕事ができたのかなと思います。本当にそれを許してくれた北海道の事務所と東京の事務所に改めて、感謝したいと思いますし、なんかもしこれからその地元でなんかこう仕事を続けてながらでもなんか大きな仕事をしたいという人にはなんかこの方法論もおすすめかなという、東京でなんかもう死ぬ気でやるんだと思わずに、なんかいや俺には地元があるという思いの中でなんかこうのびのびと仕事をできる環境っていうのをなんかこれからなんかこう整っていくと、より地元で頑張る人たちが世に出やすいのではないかと、そんなふうに思ったブルーリボン賞でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっといくつか質問よろしいですか。はい、小泉さん、今回は離婚調停人というちょっと珍しい役どころだったんですけど、はい、何かこう一番ここが苦労したぜとか苦労なさった点だったりありますか。とても楽しい現場で、とにかく原田さんも自由にさせてもらえるものですから、なんか苦労ってことはなかったんですけど、なんかあまりに自由すぎて、なんかある時木村みどり子さんとのシーンを僕たちは今日撮影するから今日は2人で練習してきてくれって言われて2人で作ってくださいって言われて、だからそれはなかなか大変でしたね。なんか監督もいない中で2人でこう、どうやっていこうかみたいな、なんか本当に舞台の稽古のようで、何時間くらいまあ言ってもおそらく1時間ぐらいだったんですけどただ私はもっと練習がしたくて、いやドリさんもっと詰めましょうって言ったんですけど、なんかあの方あんまり詰めたくないらしくて、私はもう十分って言われて、チームナックスって稽古好きねって言われたのが非常に思い出に残ってるんですけども、なんかでもそういう役者でこう本当にお芝居を作っていくのが楽しい現場でした。ありがとうございます。あとそしてちょっとよろしいですか、有村さんもこちらに。並んでいただいてすみません、はい、よろしいですか。そうなんです、来年はこのお二方がここで司会をされるということで、あれですよね、二方は今年の4月公開予定のアイアムアヒーローでも共演されていて。そうなんですよ、はい、4月23日公開のアイアムアヒーローでも我々二人でね随分と過ごして、だからできれば去年二人で撮ってれば一番宣伝になってよかったねって話してたんですけども、来年はねおそらくそんなに共演しているものがないのかもしれないのなと。でも今たっぷり宣伝していただいて。いいんですか。司会の意気込みとかを
聞かせていただければと思います。言ってやれ。意気込み、そうですね、来年もう全部陽さんに任せたいと思います。いや、私たちはですから、そういった意味でもちょっと緊張してたね。なんかこうどういうふうに司会をすればいいのかなと思いながら今日見てたものですから、ああはなるまいと思いながら見てましたけど、もうちょっと上手にやろうな。なんかこう質問された終わった後がなんとなくこう放置プレイで終わるんだよな。大泉さんのために今日は静かにやりました。ただ私がやった途端に来年のブルーリボンがバラエティーショーみたいになるのが一人で、いやもう楽しくていいと思います。私集団優勝の方に張り切ってどうぞと言わないことだけを気をつけなきゃいけないと思います。それだけを気をし権威あるショーなので、はい、重々しくやらなきゃいけないというのは盛り上げてください思っております。いや今さっき あんなこと言いましたけど本当に最高の司会で、つい私は目先の笑いを取るに今もまた失礼なことを申し上げました。本当に最高の司会ぶりでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。これで、はい、以上をもちまして第58回ブルーリボン賞すべての表彰を終えました。安藤さんいかがですか？そうですね、私もこんなことになるとは思っていなかったんです。 なぜならもうちょっと一昨年はもうちょっとうまくてかもっと全然うまくやれてた気がするんです。そうなんですね。一昨年は滝川クリステルさんのつもりでやりますって言って本当に私は本当に滝川クリステルさんだったわって思うくらいなんかちゃんとできた気がしたんですけど、ちょっといやいや素晴らしかったと思いますよ。もういていただかなかったら大変でした僕は。一応すみません。いやすみません。でいかがでしたか佐野さん。でも楽しかったです。とても、はい、本当皆さんのなんかこう皆さんが喋ってくれてる時間になんかすごくなんかこうどんどん楽しめていけてる自分がいたんで、なかなか司会業も面白いなと思いましたけど、二度とやりたくないですけどね。はい、いやもうブルーリボン賞はぜひもう一回いただきたいんですけど、司会はやりたくないと思いました。本当に今日はありがとうございました。